皆さんこんにちは、柿内化粧品店伊沢よしこです、今日はですね、紫外線から肌を守るパート2をお送りしたいと思います。紫外線からより確実に肌を守るアイテムとしておすすめしていますのがファンデーションです。ファンデーションと言いましても、こういったパウダーファンデーションになります。で、あと日焼け止めの上にこういうフェイスパウダーをつけられる方も多いかと思うんですけれども、先ほどのような固形のファンデーションを使われることをおすすめします。今日はちょっと図にしてみたんですけども、なぜ、ファンデーションをおすすめするかというところなんですけども、こちらです。お肌を、窓に例えてみますと、窓に今日焼け止めを塗った状態、紫外線入ってきますよね。窓にレースをかける状態がこのお粉をつけた状態だと思ってください。そして窓にカーテンを引く感じがこちらのパウダーファンデーションを使ったとイメージしてください。窓を開けたままですと紫外線はそのまま入ってきますし、レースよりもカーテンをつけた方が屋内に紫外線は入ってきませんよね。ですので、お顔の上にもファンデーションをつけた方がより紫外線からカットできますという例になります。ちなみにですね、こちらが、こちらの図見えますか。こちらはですね、これ私なんですけれども、もうもはや誰かわかんない状態です。うちの息子は、今中学生なんですけども、小学校の頃にソフトボールをしておりまして、お手伝いでよく屋外に出ることが多かったんですけども、そういう時はこういったもう帽子をかぶってフェイスマスクをして、その下にはファンデーションをしっかりつけて、 もはや誰かわからない状態で過ごしていました。もちろん日焼けはするんですけども、軽症で済んだかなと思っています。これからね、まだまだ外に出られる機会が多い方も多いかと思いますので、ぜひ、このようなファンデーションをつけるという対策も取ってみてください。それでは今日は、さらに紫外線から肌を守る対策をお伝えさせていただきました。今日の内容が良かったなと思われましたら、いいねや、チャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴くださりありがとうございました。